どうも、つづきんです。さあ、今回ですけども、はい、サードのポジションについてお話ししていきたいと思います。はい、はい、というのもですね、公式 LINE 私やってるんですけども、はい、そちらでですね、サードのポジションを詳しく知りたいっていうリクエストがありました、はい、ので今回はですね、そちらにお答えしていきたいと思います。はい、というのも私高校1年生の頃にサードを守っておりまして、はい、でインターハイに出場しております。なので実体験としてね、サードもめちゃくちゃやってましたので、うん、そのね、サードのコツ、ポジショニングなどについて詳しくお話ししていきたいと思いますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。もしね、この動画を見てくださってるあなたがサードを守っているわけではない、はい、関係ないと思った人もいるかもしれないんですけども、うん、全然そんなことなくてですね、うん、各ポジションがどういう動きをしているのかっていうことを知っとくと動きが分かりやすくなってくると思いますから、うんうん、ぜひ皆さん見てください。はい、はい、では早速やっていきましょう。はい、以上ですね。まず右バッターの場合どこを守るのかというと、まずベースから1,2,3,4,5、 だいたい5歩ぐらい、そしてこの線から1歩ぐらい離れた場所、まあ、この辺に守ってました。はい、右バッターの場合は、うんうん、じゃあ左バッターの場合はあと2歩ぐらい前行きます。はい、あそこからまあ7歩ぐらいですかね、のところで守ってました。なるほど。でこの線から、さっきは右バッターの場合この辺1歩ぐらいだったんですけど、左の場合はもうちょっと中入ります。はい、基本的にはこの辺っていう感じですね。というのも、もし右のもうめっちゃ打ってくるみたいな、うん、感じのバッターだったら、もちろんもっともっと全然下がりますし、この開ける幅もね変わってきますし、あと左バッターでめっちゃ足が速いっていう場合だったらすごく前に行きますし、うんうん、まあ、それは本当にカウントとか、あとバッターによってこの守備位置っていうのはだいぶ変わってきます、うん、はい、まあ、それは経験で覚えていくといいと思います。自分の守備の時の足の速さとかもあると思いますし、うんうんうん、もう前絶対やられたくないっていう時だったらもっと前にね詰めるとかあると思うんで、だいたい一歩か2歩ぐらいの間じゃないですかね。だからここ自分で逆シングルで抜かれない程度の幅っていう感じですね、ここの幅は。はい、あとまあ左の強打者、うん、左でもめっちゃ打ってくるっていう人の場合だったら1歩2歩下がったりもしますし、右でも背低くて小技してきそうやなってなったらそれは前に行きますし、うんうんうん、でも前意識してね、アウトできる距離で守るっていう感じです。はい、まずサードの構え方なんですけど、はい、サードって距離がやっぱ近いんで、なるべく低めで守っとくといいと思います、はい、まあ、ショートとかはこれぐらいでもいいと思うんですよ、まだ距離があるんで。でもサードって本当にめっちゃ速い打球だと本当にめっちゃ速いんでこうやってから行くのって遅くなると思うんで、もうこの低い姿勢から始まるのがいいかなと。他の内野手よりも割と低めに構えた方がいいってことで、低めももう本当に取る姿勢ぐらいな感じ、すぐ取れるっていう、うん、グローブがもう下についてるような感じ、まあ、ショートとかだったらこの辺から本当スタート切りやすい位置でいいと思うんですけど、まあ、サードは結構低めでもすぐ反応できるように、下抜かれないように。なんかそう考えると結構サードってきついポジションだね。そうだよ、めっちゃ速い打球来るし、ね、なんか結構こういう感じだよね。よいしょ。まあ、今さっきこの辺でしたから、今度左バッターの場合もこの辺ですから、流行りの逆進、逆進ふいアウトアウトアウト、近いねサードってよし、オッケー、よいしょ、シャー。ですね、バント処理のボールの入り方をやりたいと思います。まずボールに入っていくときはなるべくこうまっすぐ来てこういう感じで入っていきます。まっすぐ入ってきて横に入ってポン、
みたいな感じです。 U の字みたいな感じですね、イメージは。まっすぐボールに直接こう行くっていうよりは、直線で行くっていうよりはイメージはこう回っていく感じ。一回やってみますね。ほい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 、オッケーオッケーよし、オッケー。こんな感じでまっすぐっていうよりはちょっとこう左に膨らんでいくような感じで入っていくとすごく取りやすいです。ほいほい。ですごくもう一か八かのすごいいいバントをされた時っていうのは、直接走ってって手で掴んでファーストに投げることってあります、うんうん、しランニングスローでこう来てね、取ってから投げるっていうのもあります。でもこれは結構本当一か八かのプレーなので、はい、本当に一か八かなんですよ、うんうん、で最悪暴投してしまったりしてランナーが本当だったら、まあ、そのまま取ってあセーフかっていう状態ならまだ一塁セーフで終わりじゃないですか、うんうん、でも一か八かで思いっきりガーンってやって暴投してしまって結局二塁にしてしまったらめちゃくちゃもったいないんで、本当に自信がある時だけ、本当にね、私は高校生ぐらいまでだったらもう確実にこう取りに行ってランニングスローとかそんなしなくていいと思うんですよね、うんうんうん、まあ、実業団の選手とかすごい上のレベルでやるんだったら素手で取ってファーストに投げるっていうプレーもありだと思うんですけど、うん、でも確実に1個ずつアウトにしていった方がいいと思うんで、うん、もう絶妙なバントされてセーフになったっていうのはもうバッターがすごいっていうことでですね、うんうん、もう無理やりこう素手で取りに行って投げるっていうことは、まあ、高校生ぐらいまではあんまりおすすめしません。はい、はい、オッケー、まあこんな感じですね。まあなかなか難しいですよ。すごい練習しないと確実に、でも一か八かになってますからねこの時点で、うんうん、まあ、確実に投げれるように練習しとくっていうのはもちろん必要ですけど、本当に試合でねやるかどうかっていうのは、まあ、かなり賭けだなっていうふうに思ってます。はい、やれたらかっこいいからやりたくなっちゃうけどね。そうですね、まあ、練習はいいんじゃないでしょうか。本当の本番の試合だったら、まあ、私はおすすめしません、はい、特にこのバント処理で一番大事なのが声かけです。声かけ、私が一番高校の時にサード守ってる時にめちゃくちゃ大変だったのが、誰が取るのかっていうその声かけの練習をもうひたすらやってたんですね。うーん、もう打球当たった瞬間の打球判断でみんなでサードっていうのか、うんうん、ファーストっていうのか、キャッチャーっていうのか、その微妙なやつが一番難しいですよやっぱり、うんうん、キャッチャーが取るのかサードが取るのかみたいな、うんうんうん、いうところの、まあ、打球判断、もう本当にその瞬間ですよね、うん、バットにボールが当たって瞬間ポロって落ちたこのボールに対してオッケーって言って取りに行くのか、うん、それとも任したっていうのか、本当にこの声かけの練習をもうひたすらやるんですね。それで、まあ、自分のチームのファーストがどの辺までこう取りに行けるのか、実際こう線で引くことできないじゃないですか、うんうんうん、だから打球の速さだったりファーストのスタートの速さだったりキャッチャーの1歩目の速さとかによっても、うん、もしかしたらこの辺までキャッチャーで行けるかもしれないしとか、あともうピッチャー前は全部サードが行くのかとか、まあ、その守備範囲の打ち合わせみたいなのをもうひたすら やってたんですね。それってさ、まあ、もちろん状況とかいろいろあると思うんだけど、基本的にはここまでみたいなエリアで分けてたの？まあ、そうですね、基本的にはバントされたら一応サードが行くっていうような、まあ、大まかなベースはベースがあって、でもその中でももちろん、ね、ファースト前だったらファーストの方が早いですし、うん、だからその守備範囲をいかにみんながどれだけ広くいけるかっていうことですね、うん、もうそれって本当人によると思うしチームの状況にもよると思うんですね、うん、サードがすごく上手くて、うん、もうファーストとかあまり前に来れないってだったらもっと広めに取っといた方がいいでしょうし、うんうん、でもどっちもすごいいけるみたいな時がすごい難しいんですね、うん、あ逆にオッケーって2人とも言っちゃってる、うんうん、で
結局あってお見合いしてセーフにしてしまうっていう、ね、そういう経験みんなもあると思うんですけど、マジでそこの打ち合わせですね、うん、でもその声かけがやっぱり経験がないチームはそこでいつもあサードかなファーストかなあ誰が行くんやろう問題がね、うん、あって、まあ、セーフにしてしまうってことが一番流れもあっちに行きますし雰囲気も悪くなるんで、うんうん、まあ、最終ぶつかってもいいから取りに行くぐらいの気合でやった方がいいと思うんですけど、うんうん、でもそれはそれで危なかったりするんで、もう一番練習したのが何回も言いますけどこの声かけです、うん、だから自分がどこまで行けるのかっていうことを覚えるのもそうですし、ファーストがどこまで行けるのか、キャッチャーがどこまで行けるのかっていう、あなたのチームの守備範囲をしっかり理解して守るっていうのがすごい大事です。例えばさ、その打球判断も、うん、まあ、ある程度打ち合わせはした上で、うん、でもその中でも微妙な打球って絶対あるじゃん、うん、その時に同時にさ、例えば違うこと、あ、同時に違うこと言ったらそれはもうキャッチャーとかピッチャーとかがもう見てサードって言ってあげるしかないです。そっちの声が大きい方、あ、そうなん、周りの人の声が大きい方、もう当事者はどっちも行く行くって思ってるんやったら、うん、サード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 とか言って、うんうん、こっちもこっちも言ってればサードがそのまま行くし、うんうん、ファーストは私行けそうやけど違うなと思えば引くっていう、あ、じゃあその声かけっていうのもキャッチャーとファーストとサードだけじゃなくてもう全員で言わないとダメなんだ。あ、そうセカンドもショートも言うって感じ、うんうんうん、じゃあそこもどっちが行くみたいなのは全員共通して持っとかないといけないんだね。そうね、まあ、それをもう内野手全員でひたすら練習してましたって感じです。うーん、だからまあそれが一番難しいと思うんで、そう練習しかないって感じですね。それこそ、はい、じゃあですね、次に大事なのがバント処理した時のこの足の運びですね、はい、これがですね、まあ、なかなか難しいわけでございますね、はい、というのも普通にランナーいない場合で絶対ファーストに投げるっていう時はもうほとんど迷いません。当たり前ですけど、うん、ファーストに投げるだけなので、その時のステップとしては、まあ、普通にボールを取りました、右左でファースト、まあ、これは問題ないと思います、うん、ですがこの時に大事なのがランナーが一塁にいる場合、はい、二塁にアウトにできるのか、それともこっちはもうセーフにして一塁をアウトにするのか、うんうん、っていう時の足のステップですね、はい、これがなかなか難しいです。例えば二塁セーフにして一塁に投げますっていう時ですね、っていう感じで走ってきてボールを取って二塁に投げるステップした、その後にしっかりもう一回ステップ踏み直してファーストに投げる、これがめっちゃ大事です、うんうん、っていうのももうどっちも走ってますし、めっちゃ焦ってくるとファーストに投げようとしてたのに周りがセカンドセカンドって言うから、えーみたいなとか、やっぱり何でもかんでもこう上に意識いきやすいんで、足はこうこのままでみたいななっちゃったりとか、こっちに行くからこうやって投げたりっていうのはもう本当に悪送球につながってしまいます。さっき言ったみたいに1個アウト取ってたらよかったのに結局どっちもセーフにしてしまうとか、最悪なパターンが生まれてしまいますので、絶対に取りに行ったら足のステップ、もうもしファーストやっちゃって二塁二塁とか言われても、もうファースト投げるか二塁に投げるんだったらちゃんと踏み直すっていうのを絶対やりましょう、はい、これが忘れがちなことですね。じゃあ次にバッターが普通に打ってきた時、打ってきた時っていうのは絶対抜かれたくないのがまずサード線ですね、はい、ここを抜かれてしまうとこのままボロボロボロってボールが行くともうかなり長打になる確率高いです、うんうんうん、ですが逆にじゃあこっち抜かれた場合、こっちを抜かれた場合はどうでしょう。外野がいますね。外野がいますね。ワンヒットで済みますね、はい、ということなのでサード線抜かれると長打になりますが、まあ、こっち左右間ワンチャン抜かれてももしかしたらショート取ってくれるかもしれないですし、うん、まあ、レフトが取れるとワンヒットで終わる確率の方が高いです、はい、なのでサードは絶対にここを抜かれたくありません、はい、抜かれた時の絶望たるやなので私はですよ、めっちゃ速い打球だったら逆シングル、うんうん、もちろんありです。ですがなるべく正面入りたい、うんうん、ちょっと古い考えかもしれないです、うんうん、結構アメリカとかねそっちの方の野球はもうこっち行ったら逆シングルで取った方が早いという考えが浸透してるみたいで、まあ、最近そういうね日本の野球もなるべくこう逆シングルで取るっ
ていうのをね、うん、推奨してるっぽいんですけど、まあ、私は経験上から考えてもなるべく足を動かして入るっていうことをやっといた方がいいと思います、うん、そっちの方が抜かれない気がするんですけど気のせいですかねわかんないですけど、でもまあ今風に逆シングルで取るんだったら絶対にもう下からこう入るようなイメージでパンとこっちの練習はもう絶対やっといた方がいいと思います。はい、はい、なんかそういう練習したの、抜かれないためのコツというか、抜かれないためのコツ、でもやっぱり守ってる時に普通に試合でもこう守ってる時に、うん、全部そうなんですけど、ここ抜かれるかも、ここにめっちゃ速い打球来るかもとか、セーフティーやられるかもとか、うん、スラップしてくるかも、高いバウンドでバーンって来るかもっていう風の、そのカモが頭の中なかったら、うんうん、急に来たら反応できないんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃ一歩目遅くなるんですね。だからこれは来るかもっていかに毎球毎球思えるかっていうのが、特にサードって距離が近いし、うん、打球速いじゃないですか。だからもうその頭がやっぱ一番重要ですね、うんうんうん、まあ、それを常に心がけてたし、バントするかなと思ってない時にやっぱバントされると一歩目ってめっちゃ遅れてたんで、うんうん、うわっっていう風になってたんで、うんうんうん、まあ、その経験からもう絶対サードは前を絶対ケアするとか、うんうん、ここ来るのケアするっていうのをめっちゃ意識してました。はい、はいじゃあ、いやー、はいじゃあ、いやー、よし、 OK、 今の取り方したら怒られそういける、 OK、いける、オッケー、シャー、オッケー、アウト、よっしゃー、ダー、よっしゃー、ダー、よっしゃー、シャー、よっしゃー、はい、というような感じでいかがだったでしょうか。結構サードもね、奥が深いでございますね。そうですね、なかなかやっぱり大変なポジションだと思うので、守る人はね大変です、うん、早い打球も来るし、前もケアせなあかんし、なんかあれだよね、見てる側としてもさ、うん、なんかちょっとサードの見方変わるよね。あ、なんかこんなに大変なんだっていう。そうですよ、こんなに大変なところをね、今サードやってくれてる方はね頑張ってやってますから。こんな感じで、まあ、ポジショニングだったりボールの入り方だったり、うん、いろんなことを参考にしていただけると嬉しいです。またわからないことがあったらコメント欄にコメントよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今回の動画は以上となります。この動画が良ければグッドボタン、トワイブ、はい、というわけで私公式 LINE の方もやっておりますので、ぜひそちらのご登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。